ワックスつけてないからね。ありがとう、みんなありがとう。バラありがとう、ヒコさん。バラありがとう、皆さんありがとう、みんな来てくれてありがとう、みんな。寂しいよ俺は一人で。博多で一人寂しいよ。ありがとう、みんな。一人でカップラーメン、これから皆さん、俺もやし生活になるから。あー嘘でしょ、ありがとうございます。よく突っ込んだね、そこ。汁少なめに入れるんだけど、思ったより吸っちゃって、ほんと汁がもう半分しかないね。寒くない、毛がね、ちょっといろいろあったんです。 YouTube でルイージーで調べたら出てくると思います。すごい、昨日の夜じゃれ合っちゃって、奥ばっか、オッケー、気をつける、すぐ絶対こぼさない。これ昨日の夜ゴリラとすれ違ったんですよ。ゴリラと、握力500の握力あるゴリラが、あ、削除されてたな。握力500あるゴリラがとすれ違いざまに、後ろから飛び蹴りされて倒れた時に、この口か、ゴリラの悪口を言ったのはこの口かって言って、握力500のそうゴリラにクッて口を取られそうになって、クッてでこうなっちゃったんです。うちの家族の悪口を言ったのはこの口か。あ、うめ、これ意外とうめ。いうところのクマになっちゃいます。今度ベアって言います。これと加工がついてるからあれなんだけど、そっぱかかった、近くで見るとめっちゃ痛いんよこれ。生々しいでしょ、本当に。多分本当口でも言ってたですけど、やっぱり本当気で来ましたよね、ほんと。ほんと。一目に行ってますよね、一目に。うん、もう。今配信始めました。もう、初めて2、3分です。ありましたよね。ありがとうございました。なんかめっちゃローソンに並んでたから、ちょっと醤油っぽいラーメン、昨日なんかエミリさん買ってたんですよ、ジンラーメンのカップラーメン買ってたんですけど、美味しそうと思いながら、これ美味しいね、うまいね、なんか地味にうまい、なんか辛ラーメンより辛くないから食べやすいと思う、辛ラーメン食べれない人。見てない、ブロックしてる。なんか言ってたの、いいんだけど。残りさ、いいんですもん。これで、これ1年はもう俺払わなくていいんじゃないですか、お金。これ一番うまいですか、これ。
こういう水バカ。今から大阪行きます。夜行バスだ。あ、そうそう、豚キムの系列で豚キムもこれの隣に置いてあったしね。豚キムよりこれ美味しいっすよ。醤油ベース、豚キムよりちょっとしょっぱい感じです。味似てるっす。いや、刺激が、エミリーさんより刺激ある女の人はなかなかいないよ。ただ一緒にいるのは違ったなって思っただけ。全てが壊されちゃうから。あんなね、面白い女の子いないよ。一番面白いね、一緒にいて。あの、そのところじゃないよ。そのところを見るとね、やべえけど、後で見たら、見返したら面白くない？いる？さっきまで普通に喋ってた、ほんと30分前まで普通に話してたのにね、いきなりゴリラになってね、ゴリラになって、この口か、うちの家族の悪口を言ったのはこの口かって、仕留めてやるって言って口を取ろうとする女いる？この世に。真顔でだよ、本気でだよ、冗談とかじゃないよ、本気のゴリラになるんだよ。いないって。面白いって。これカップラーメン食べたんです。カップラーメン地味に似てねえだろ。似てねえだろ。こんな恐ろしいの。こんばんは。だからまあね、あの、うん、そう、買った、パーカー買った。やっぱりあのね、サークさんが言うより白だったね。黒だとなんか同化しちゃって全然目立たなくて、まあ、黒でもまあ悪くはないんだけど、やっぱり白が一番こう色がこう目立っていいね。白が。アミカチェさん、ありがとう。これ悪く言ってないの？絶対怒る。自由自由。あったかい。暑い、むしろ脱ぎたくなっちゃう。頑張る、ありがとう。際立ちます、ありがとう。サークさんが言った通り白でした。まあ、こう白っていうか、まあちょっとのなんかあれなんですけど、ちょっとあの霜降り入った白なんですよ。あと3時間、8、9、10、11、本当だ、長いわ。大阪でね、なんかあったらいいけどね。なんか大阪だっけかな、広島だっけかな、なんか広島か、広島ね、なんか見たら面白そうな服屋さんいっぱいあったね。あの三角公園みたいな、何公園っていうのか分かんないけど、広島かな、あれ大阪だった時かな。なんか服のサイズ俺 XL よ、着てるって。すごいかっこよくねえだろこれ。辛くてうめえ。三角公園、大阪っすかね、三角公園だったかな。なんか、あ、なんか面白い服屋さんあるな、いっぱいと思って。傷微妙ですか？まあ皆さん、クマやゴリラに襲われたと思ったらこんな傷、安上がりじゃないですか。雨村かもしれない。あ、雨村だ、雨村だ。なんか独特な服屋って、なんかちょっと服が好きそうな人見たら面白い、服好きな人が行ったら面白いのかなと思ったっすね、うん、口から出た。面白かったですか？永遠喋れる、永遠喋れますよ、マジで。もうその場限りですよ。もうルアーは若いわ。このかっこいい。
古着がたくさん売ってる、なんかそういうとこ見てみたいですね。面白いですよね。まあ古着が好きってわけじゃないですけど。なんか数いっぱい見たい。いろんな中から選びたい。でも疲れるからね、やっぱメルカリが一番いいっすよ。メルカリが若いですか。あさあさん、お仕事かな、行ってらっしゃい、ありがとうございます。捕獲したら支援金5,000円、割に合わないですね。こっちが武器使っていいんだったらあれですけど、割に合わないですね。銃とか使っていいんだったらあれですけど、バッシュじゃないよ。俺エアフォースワンしか履かないんだよ。いろんな種類のエアフォースワン履いてる。いや一人で行きたいよ。なんか気使うよ。俺服とかあんまり人と行けないんだよね。気使っちゃって。格好悪いとこ見せたくないよ。めっちゃこうタグ片っ端からめくり上げて。してないよ。いやいつもの服だよ。俺もう最近1週間近くこの服しか着てないよ。の方がなんかいろいろ合うっすね。なんかあのハーフパンツにも。こんばんは。あーいや女の子は老けるんじゃないですかね。もこさんありがとう。あの体型も変わっちゃうしね。一人がいいっすね。これ今日スープがあんまり美味しくなかったですけど、これ美味しかったですね。なんか辛ラーメン感覚で美味しいですね。カップラーメンで食える辛ラーメンって感じ。ちょっと味似せてんじゃないかな、わざと。すごい。いただきましょう。でもすげえ美味しいってわけじゃないですけど、まあ普通にうまいかな。あとちょっと甘いのも買っちゃった。で、バスの中でぐっすり寝たい。ミツ？ミツ？どうした？ミツ？ミツか、おー、ミツ意外と可愛いんじゃない？ミツ。そうなの、ミツ。あのね。福岡歩いてたら、ね、クマとゴリラが出たの。クマが俺の体をこう押さえて、ゴリラが俺のこの口か、うちの家族の悪口を言ったのはこの口かって言って、ゴリラがこうやって500キロの握力で、クマがこうやって押さえてて、うわクマにやめてください、やめてください、この口か、ゴリラが。だからミツね、福岡一人で歩いちゃダメだよ、危ないよ。くるみちゃんもね気をつけてね、かなちゃんか気をつけてね、うん、やっはー。クマは誰、わかんないです。気をつけて、一人でね歩くの危険だよ福岡は。四季さんもいるし、ゴックさんもいるし、危ないよ一人で歩くの。甘いの好きなんだよね俺、太るんですだから。この辺でストップ。うわっ、お芋入ってるわ。お芋いらねえ。
なんかもちもちした生地のシュークリームかと思ったら、ちょ芋味入ってるわ。これやべえ、歌いない。ゴックさん旦那さんと会ってないし。ゴックさん一緒に住んでんの？高橋さんとゴックさんって。まだ。超甘党です。そんな煽ってましたかね。どうにかやばいわ。なんか俺すごい煽ってたからって言ってたけど、全然煽ってるイメージなくて。煽ってたのかな。ベビちゃん可愛かった。俺からしたらもう気づいたら勝手にゴリラに口を取られてたイメージ。嘘でしょみたいな。次の瞬間には気づいたら、次の瞬間にはゴリラに口取られてたイメージだから。大阪行く、今から大阪に向かう。次いつ会えるんだろうね。こんばんは。やめろって言って しつこいのかな。いつ会ったらいい？次、まあ、向こうはまあ合わせてくんないとあれだけど、何回も言うけど、俺はねお母さんに合わせてくれるんだったらね一番いいんだよ。お母さんに合わせてくんないんだから、もう違う子で作るしかないね、新しい子。でも絶対エミリさんは、おいいよ、来いよな、まあ、ビビってんじゃないよ。いや、これね、服買ったんですよ、これ。一気に、もう超激アツ。やっぱ背中があったかくなるだけでこんなに変わるんだっていうくらい、これ。中にパーカー入れたの。すごい分厚いパーカー。これ白かグレーか黒かで迷ったんだけど、なんか白が一番合ったね。これ最高にいいでしょ。これすんごい一気に熱くなった。正解でしょ。いや、3色ちゃんと試着したから、黒とグレーと白。どんどんアップデートしていくね。次ニット帽欲しくなんじゃない、寒すぎて。ピアちゃんありがとう。ミリさんが着てたやつは分かんない、血で汚れちゃったね。ちょっと俺の、ね、見せてあげるんでないからね。で、あれはエミリさんの私物じゃない？で、お母さんのだったら怖いね、本当。ニックキ俺のこと憎んでると思うから。これは。ベースボールキャップ、シャンピーと、面白い話ができなくなっちゃったよ。これ以上ゴリラの話が膨らませられないよ。カネトン
いや金かかるっすね、金。いやだからエミリさんとはこれね一緒に入れる人じゃないんですよ。いい人なんですけど、エミリさんね面白い人なんですよ。昨日もね、ね、あのケンジ久しぶりって言って、あのケンジ久しぶりって言ってここね、肘から先だけねいきなりゴリラの手になったんだよ。ケンジ久しぶりって言った瞬間、腕からね肘から先がゴリラの手になって、この口か、うちの家族の悪口を言ったのはこの口かって言って俺の顔をむしり取ろうとしたんですけど、うん、そう、うん、そんなね面白いことできる人いないでしょ、なかなかに日本人で。でこう俺握力500キロのゴリラにここえぐり取られたんですけど、口ね、けどもうめんどくせえ、これ亀蔵がめんどくせえ、うん、で、これね多分1ヶ月後とか2ヶ月後とか下手したら1年後とかだったら、そんなこともあったねみたいな、ゴリラでしょゴリラみたいな、エミゴリラでしょって言っていい笑い話になるんですけどね、面白い子なんですけど今は痛いし辛いし、一緒に入れないんですよ。 TikTok もね、昨日ツイキャスも全てバン、 YouTube も3つバンにさせられて、そう一緒に入れないんですよ、生活は一緒にできない。悪口を言うわけじゃないけど、昨日ちょこっと話聞いてたらなんとなくどういうことって思った人いると思うんですけど、エミリさんは多分常に赤字の人生を送ってるっすよ。なんかね、どこで働いてるか分かんないですけど、スナックで働いてるのかどこで働いてるのか分かんないけど、ベビーシッターに預けたらね、毎日1万円とか2万円払って、なんか計算したら4回ぐらい預けて3万円だから、やっぱ1万円ちょっとだっけ、4回3回預けたら5万円って言ってたんだっけ。とかね、でおばあちゃんに預けるときはね5000円毎回払ってるよとか、なんかこう計算ができないんだと思うよね。家で YouTube やってるのが一番稼げるし赤字もないのに、金ね、ああいう風にさいろんな仕事をやってさ働いてんのにお金が残んないってことは多分計算ができないんだよ。ね、初めて会った時も黒川ハイツにいた時も1ヶ月年内7、80万俺が稼いでんのに1円も次の月には残せないくらいバーって使っちゃうような人だから、ね、ご飯食べたいご飯食べたいご飯食べたい、3食5000円ねご飯ぐらい食べてって沖縄行きたいって言って10万20万ボーンって使っちゃって、うん、だから一緒に生活する人ではないと思うよ俺は。一緒にいたら楽しいんだけど、毎日のように思い出を作れるんだろうけど、うん、でエミリさんのリスナーとかはさ、ケチケチケチって言っちゃう、ルイージケチって、無理だね、うん、あの人は消滅させるよ、うん、ね、新八丁に会いに行きたいって言ってね、そう深夜っちょに会いに行くのに多分2万5000とか3万ぐらいでしょ、福岡から東京まで行くの往復で6万円でね、枠なんてほとんど自枠なんて 1,2 時間しかつけてないでしょ。で今日だって TikTok つけたら閲覧に300人だったでしょ。全然やっちょさん効果ないよや。ただ思い出作りに行っただけでさ6、7万円だよ。
新幹線で行った新幹線ね、前もって俺みたいに夜行バスで行こうって決めてれば1万5000円とかで済んで、往復でも3万円で済んだのに6、7万円だよ。計算ができないなと思うよ。計画性もないし、わかんない。俺びっくりしたもん今日会って。エミリーさんさ、 YouTube も毎日のようにやってるわけじゃん。で今度ね、なんか夜も働いてるって言ってて、それなのにお金がない、お金がないって、なんでみたいな。なんで毎月40万ぐらいは稼げてるのに YouTube で、でそれプラス仕事もしてる、なんでお金足りないのと思って。40あったらさ、家賃、家のさ家賃払ってないんだよ、エミさん。全然毎月20万ぐらいずつ貯めていけるはずじゃん。エミリーさん外に遊んでる意味ないでしょ、服買ってるイメージもないでしょ、化粧商品買ってるイメージもないでしょ、赤ちゃんの道具リスナーさんからほとんどもらってるでしょ、なんでみたいな。不思議だよね。俺みたいにこうね、いろんなところ各地に行ってるならわかるけど、こういう人、こういう人が甘やかしちゃうんだ、ポンカンノさんが。お母さんにも入れてると思う。でもそれもおかしいと思うのよ。俺が一緒にいてご飯とかもらってるから毎月7万円ね、携帯代と合わせ7万円払ってるのは別にいいと思うんだけど、俺がお世話になってるから、俺もういないんだからさ、5万とか4万でいいんじゃない。っていうか娘が住んでるのぐらい別にお金さ、携帯代で2、3万でいいんじゃない。不思議だよね。いいよお金はね、誰が使うか勝手じゃんって言ってるやつってやべえなと思うよ。まあその人にはどうでもいいんだろうけど、今ここで話題になってんのはね、心配、エミリーさんのこと心配してるからどうしてなんだろうっていう、それをみんなで心配してるのに、お金なんて勝手じゃんって言ってる人なんてね、そう心配してるわけじゃん。だからポンカムさんはどっか行っていいよ、好きにしてよ。そういうね、ここの枠で興味ないって思うんだったら、だから そこをねちょっと考えないと。酒とタバコでそんないけないと思うけどね、まあ、朝から晩までやっぱ飲んでるもんね。昨日見ただけでもやっぱストロング6、7缶は飲んでたんじゃない、俺と会ってる間朝まで飲んでたし。まあストロング代で1,000〜2,000円ぐらい、タバコまあね一箱吸ってんのか分かんないけど1,000〜2,500円ぐらい、2,500が毎日かかると10日で2万5千円、それでも7万8万10万使わないもんね。何にお金って消えるんだろうと思っちゃって、謎だ、全然わからん。ストレスかな。でもそれでもあれじゃない、貯金しててお金ないっておかしくない？そんなに切り詰めて貯金する？まあなんかお母さんとなんかあれをやるって言ってなんか投資とかなんかやるみたいな。
そうやって撮ってあるんだったらね、すごいと思うけど。ムコさんありがとう。できる人間かなと思って、ちょっと心配。まあ俺もあげれるときはエミリさんにもあげたいし、お母さんにもね送ってあげたいし、自分でもね使いたいし、頑張ってね作んないとね。あ、そう、NISA やってる、NISA やってるって言ってた。毎月あれ NISA いくらの入れてんの？2万ぐらいつってたっけ？ 3 万も入れてるっけ？だったら使っちゃうからね。まあエミリさんの方が心配だよ。ベビトラはね、なんだかんだ言ってさ、なんとかなるじゃん。まあ、エミリさんにはエミリさんの人生があるし、俺には俺の人生があるから、心配しててもしょうがないよ。ベビーシッター代は5万6万ぐらいって言ってたっけな。請求がなんか1ヶ月後に来るっつってて、なんか言ってた気がしたな。それも賄えないような、夜の仕事だったらやめちまえよと思うけど、出会いが欲しいんだろうな、お酒が飲みたいとか。体はどうなんだろう。なんかエミリさんのリスナーさんだったら知ってるんじゃない、なんか。しなくちゃ。あ、ルルさんありがとう。ルルさん、ルルさん、アラブの石油はビルゲイツ、ソフトバンク、そもそもルルさんがいないとやっていけない。怖い。今上がってんの、上がってきたの見た。エミ太郎が、エミ太郎が破産化しましたっての見えちゃった。怖い。やめてよ、エミリさんのことゴリラっていうのは。熱さも高い。っていうわけで、大阪にいる人に話を聞いてみたいと思います。あれ今取り込み中。魔界に送ってんだけど、魔界取り込み中これ。ダメだ。ナイスさんと話して大丈夫かな今。いや盛り上がんないから、なんか怖い。あんまり話していると怒られそう。うちの話すんなよ、余計なこと言うなよみたいな。こんばんは。ナイスさん優しいから、ナイスさんにであれしてみようかな。分からん。白です。何しに来たの？いや、後から合流すると思うよ。まだ行ってないんですけど、
遅い時間からじゃないかな、あと明日から大阪でお世話になって大丈夫ですかね。誰と来んの。一人です。あれは桜咲ちゃんの名前忘れました今。嬉しい。桜咲予定できた。桜連れてくるんだったらいいよって言ったね。土日なんですって桜さん。じゃあそれまで需要ないから土日に来なさい。サブスク入っても応援需要がないから。サブスク入ってほしい。一人で来ても需要ないから桜ちゃん連れてきて。今ギャングに入る。俺よりクロロさんのこと可愛がってるってこっちに飛んできてるんですけど。需要ないから。いや違う、需要とかじゃなくて、あの桜、そう、ナイスさん約束したでしょ、はい、俺のこと一番可愛がってくれるって。いやもう需要なくなった、やんちゃしすぎて。やんちゃしすぎて、うん、需要なくなったの。いや私だから一番可愛がるのやめて。あ、なんか変な人の声聞こえたんで、まあ、ありがとうございました。またナイスさん、いや夜さ、あの勝ったらいいよ、勝ったらいいよ、勝てたらいいよ、勝てたらいいよ、はい。キングに勝てるわけねえじゃんかよ。キングに勝てるかよ。社長に勝てる？社長に勝てる部下いる？いるわけないじゃん。ミヒューヤン聞いて、昨日ね、あの道歩いてたら野生のゴリラに襲われたの。野生のゴリラが喋ったんだよ。うちの家族を悪く言うのはこの口かって言って、ゴリラが口を取ってころうとしたの。違うよ、エミリちゃんがそんなことするわけないよ、ゴリラだよ。うちの家族の悪口言ったのはこの口かって言って、ゴリラが口を取ろうとしたの。ひどいでしょ。ミュウヤンも気をつけてね。クルメ歩くときは気をつけてね。クルメに出るから、人の言葉を喋るゴリラ。うん。バナナも襲ってきた。頑張ってツイキャス。もうツイキャスバンなんで1ヶ月配信できないです。あんまりツイキャスも配信してなかったし。うん、クルメに出るから気をつけてね。人の言葉を巧みに喋るゴリラ、気をつけてね、みゆやん。もう大阪行くのやめようかな、明日一日で。次の日には東京帰ろうかな、需要ないって。大阪で誰か遊んでくれる人いる？泊めてくれる人いる？熊本行ったらみゆやん遊んでくれるの？マジでみゆやん、マジで言ってる？熊本行くか。なんで遊ばないんだよ、ほらこれだもん、これだもん、行くって言ってんのにこれだもん。いる配信者で、俺以外に配信者で、え、遊んでくれるの、じゃあ俺から行きますね。みんな配信者はね、そっちから来てくれるんだよ普通。俺から向かう配信者なんていないからね。貞治、ポク、違うわ、間違えた。コカボムか、コカボムか。ほうれん線じゃないから、いた？全国飛び回ってこんな、ね、運命の人探してんの俺だけだよ。運命の人に出会いたいんだよ、俺は。僕はね、多分届けてもらえるの、うん、多分送ってくれると思うよ、エミリさん優しいから。俺10万円払ったから、10万円払ったのってすごくない？10万円払ったんだよ。高いよ10万円は。あのね、 TikTok やるんだったら女気やめた方がいいよと思うでしょ。そういうとこ好き。10万円払ったりして、そうでしょ。
愛があるでしょ、愛が。俺はね、あんなにね、まさにがとエミリーさんがね、俺にね、聞かせようと思って深夜っちのところに行ってあんなに煽ってくるのに、俺はエミリーさんのことをね、受け取ってって言って、あ、始まった、すぐ来る、すぐ来るから話してると偉いでしょ、話せないよ、ほんとブロックしようかな。なんかすごい平気な顔でアカウント出して俺のところこう通り過ぎれるようになったよね、すごい怖い。みんな見えないの？みんな見えるでしょ、下通りすがったとこ見えない？いいんですよ。見えたら見えたって言ってほしいよ、ほんと。うわ、来た、うわ、見えた、うわ、嬉しくないよ、見えましたよ。8時15分か、11時まで長いな。だからとりあえず明日大阪行くから、大阪でね、誰か遊んでくれる人いないかなと思って。大阪だよ、ちょろいのいないかな。ナイスさんね、今は福岡だよ、まだ福岡。最悪3300円の大阪に行く夜行バスだから、ぶちってもいいよ、最悪ぶちってもいいよ。ミューヤンがね、止めてくれるって言うんだったら、あの、何モアちゃん聞いて、これ見て、ルイージは素でいいところたくさんあるから自分に自信持ってくださいってこと。ん、何、俺クマとかね、ゴリラと戦えってこと。ルイージは素でいいところあるんだから戦えってこと。無理だね、ゴリラの握力500だから、素手じゃ無理だね、自信持てないよ。うん、素手でやっちまえってことでしょ。無理だってゴリラだから、無理。ゴリラとかクマ相手にね、素手じゃ無理だよ。自信なんて持てません、無理。止めない。だからルイージは素手でもいいとこあるよって、自信持ってって言われちゃった。そう、大阪から明日ね、東京に戻っちゃおうかなと思ったんで、夜の少しや大阪で遊んで。四季さんね、いまいちあれだもんね。あの、これね、ポンカンナさん配信外でもいろんな人に言われて、あのあれなんですけど、まず男と女を卒業しないとね、まずあの仲良くいれないです。やっぱりエミリさんはね、女性として見てもらいたいんだよ。俺はエミリさんともう別にね、もう1年間ね、もうじっくり一緒にいたんだから、もう俺はもう穏やかに一緒にいれる人でいたいの。だけどエミリさんは女として見てもらいたいの、そこが一緒にいれなくなったところだと俺は思ってる。俺はね、あ、ほらほら、ってフランスのハーフのコンテ行かないよ、いくら取られるか分かんないでしょ、高いよ絶対、ゼニゲバヤだよ。ちょっとね、俺やっぱりそっち系のね、商売し始めるとゼニゼニし始めるから俺嫌なんだよ、分かる？ちょっとキャー系な人って働いてる人でゼニゼニしてない？ゼニゼニ、手紙捨てたよ、もうお守りごと捨てた、さっきファミマに。
顔どうしてそれ、ここで今聞く？いらないね、人とのつながりなんて。最小限で十分よ、十分。そうなの、金なの。お守りもせた。だって茨城行ってなんかどっかの神社に返してくのめんどいじゃん。返せんわ。俺無神教だからいいのよ別に。あんまそういうの信じてない。で、エミリーさんは嫌かなるかもしれませんけど、俺はね、もう一緒にいるなら穏やかにいたいじゃない。もう老後みたいなもんよ、老後みたいな。わかる？みんな。もうすんごいエミリーさんもう女女してくるんだから。手紙の内容わかんない。誤字脱字が多すぎて、なんか誤字脱字が多くて、内容はなんか、うん、内容あった？気になるわ。何が？ないよ、うん、5回ぐらい読んだからね。5回読んでも内容入ってこなかったけど、5回ぐらい読んだからね。エミリさんも2回読んで、俺も2回読んで。あんなの取っといてもなんかめめしいだけだろ。持ち歩いてんの嫌じゃない？そんなずっとめめしく。取ってこいって言われるんだったらまだ取ってこれるけど、ファミマに行けばねえ。痩せねえよ100日後に。お前はニコルさん、ありがとう。男は寂しい生き物ってばあちゃん言ってた。正しいかもしれない。でも寂しいってさ、漢字が女女だから女のことを言うわけでさ、誰にでも甘えんだろ。あいつは誰にでも甘えんだよ。今日はりょうくんって言ってりょうくんに甘えてね、え東京行ったら新八丁ってお兄ちゃんって甘えて、誰にでもあいつああいうやつなんだよ。俺は違かっただろ。ほとんどのやつはね、みんなね、遊ぶかもしんないけど通り過ぎてって、なんだかんだでこんなに1年間エミリさんを大事にしただろう俺は。甘えねえよ。タイムさんありがとう。ありがとう。かのちゃんが俺のことなんてね、相手にするわけないんだよ。あんなね、可愛いね、若い未来がある女の子が俺なんか相手にしてくれるわけないの。相手してくれるわけないのよ。ねえよ全然。可能性を感じ、もこちゃんありがとう。もこちゃんありがとう。いや、普通の家庭的な子にがいいね、今思うと。だけどそういう子じゃ楽しくないからね、エミリさんみたいな破滅的な人を選んでしまったのかもしれないし、でそれで謝ってやっぱりエミリさんと一緒にいると破滅しかないなと思って。
漢字が読めないわ。何程度って読むのこれ。海程度、何それ、何たしなみ程度、たしなみ、たしなみ、たしなみ、うん、難しいわ。ルイージは嫌がられるの分かってて、これは嫌がられてんの、ウホさん、俺嫌がられてんの、喜んでると思ってんだけど。ありがとう、たしなみ、いいんじゃない、修行だから。同じような人誰だろうね、エミリーさんに似たような人ってなかなかいないんじゃない。あんな破壊的な人やだね、歌舞伎行けばいっぱいそう。ここエフェクトで唇の格好じゃないから、これ食われちゃったんだから、これ唇の格好じゃないから。こんな口してる人いないでしょ、こんなとこに唇ある人。いやー、うちの母ちゃんにもうちの母ちゃんなりにね、なんか欠点はあるよ。うちのお母さん意外とね、人に興味ないんだと思う、ああ見えて。だから38年間俺と一緒にね育ててきたのに、野菜嫌いって言っても、いや新しいタトゥーここに入れます、じいさん、ヒゲタトゥーってこと、うん、ね、俺が何が好きか何が嫌いかもよく分かってないし、興味ないんだよ、うちの母ちゃん。でもそこは俺も一緒で、母ちゃんが何が好きか母ちゃんが何が嫌いか未だにわからない、38年間一緒に生きてきて。でも一人っ子の俺からしたらね、お母さん、うちの母ちゃん B 型、うちの母ちゃんには分かってほしいんだよ、なんでお母さん俺分かんないの、俺が好きなもの分かんないのって言うんだけど、俺もお母さんのこと分かってないから、うん、誕生日もたまに忘れちゃうぐらいだし、お互い興味ねえんで多分。俺もあんまり人に興味ないもんね。なんか分かりやすいから覚えられるだけで、人生であんまり覚えてる人いないね。前の彼女がなんね、なんだろう、もう10年以上前だから覚えてないし。じゃあ最近ね結構よく遊んでた人って誰だろうなと思って、その子かなと思うと、その子がじゃあ何好きなのかなって覚えてないけど、エミリーさんって分かりやすいじゃん、お弁当はさね、あの他弁とかなんかどっかの弁当の海苔弁が好きでしょ、で福岡に帰ってきたらうどんしか食べたいって言わないでしょ、で家で作るのが辛ラーメンしか作らないでしょ、覚えやすいよね、エミリーさんって。キャラ作りがね、できてるっていうか。だってみんなわかるじゃん。で、すごいストロングが好きで、タバコも好きで、もう人に興味ないからインパクトある人に変わるのかな、あーね。悪いこと悪いって、ヤホミヤホミ、だからね、結構やっぱお母さんにはもっと俺のこと分かっててよって思うんだけど、俺もお母さんのこと分かってないから、結構俺らって興味ない家族なんだろうね、2人しかいないのに。鶏肉あったかいんだよ、実はこれが。このパーカーだけ入れただけでめちゃめちゃあったかくて、そんな B 型の人だから手振るって、 A 型でも容赦なく手振るよ。そう、俺のこと、うちのお母さん、ほらね、俺にも興味ないくらいだから、エミリさんにも興味ないし、
ベビ太郎にもそんなに興味はなさそうだけど、まあ会いたいとは言うけどね。そこら辺も踏まえて一回実家に帰ったら、今度ね、実家に届き物届いてるから実家に帰るんだけど、お母さんとちょっと語り合うのもいいかもね。人生でお母さん本当一人二人ぐらいのしか多分好きになってないし、本当になんかあんまり恋愛とか好きじゃなさそう、人に興味なさそう、愛がなさそう。B 型すんごい嫌うじゃん、みんな。あれ、かのちゃん B 型じゃなかったっけ。あれ、かのちゃん B 型だわ、確か。かのちゃん B 型でしょ、確か。似たものやか。まあね、俺 A でお母さん B だから、血液型的には似てないんだろうけど、まあなんか根本的にはでも似てるかもね。なんかね、恋愛だ恋愛ね。なんか結婚するときに北海道の人にしようかお父さんにしようか迷ったって言ってて、そうそう、うちのお父さん結構ね、もう小学校ぐらいに俺が行く前ぐらいにはもう入院生活してたから。我が子興味ないわけないです、心配でしかない。本当かな、お母さんね。なんかまあでもグイグイ来すぎても嫌だけどね、なんかマザコンっぽくても嫌だけど、程よい距離感なんだろうけど、怪我はね、ちょっと昨日いろいろあったんですよ。すごっ。ナイスさんの部屋にいるの？ナイスさんの借りてくれた部屋にいるの？うん、借りてくれた方だろ。そうだよ、来るでしょ明日。行っていいの？いいよ。魔界はいつになったの？まだいるよ。何、ちょっと待って、どうしたのその顔、どうした。昨日ね、福岡でね、歩いてたら夜ね、いきなり野生のゴリラが来たんだよ。嘘でしょ。ほんとほんと、野生のゴリラが目の前から歩いてきて、あ、クロロちゃん、ね、クロロちゃん、こんにちは。タケチ久しぶり。あれ、タケチ久しぶりじゃん。ケッチ、あれそれ、クロロちゃん、クロロちゃん知らないの？あ、クロロちゃん、はじめまして。はじめまして、こんにちは。ルイです。間違いすぎだよ。誰？あとでよろしく。あ、明日行きますんでよろしくお願いします。え、な、してね。来るんだよね。来るって言ってあるんでしょ。誰だろう。誰だよ、竹内って。え、いつ来るの？明日ね、行く気になったら朝の8時とか9時ぐらいに着いちゃうんじゃない？今から夜行バス乗るんだよ。そうなんだ。うん、迎えに来てくれる？難波駅に迎えに来てくれる？行かないけど、さくらちゃんは？さくらちゃんは土日に行くって言ってた。一緒じゃないんだ。一緒じゃないね。まあ気持ちは繋がってるけどね。ナイスくんに聞いたの？いや、ナイスさんはもう、お前は見放したいって言ってた。ダメじゃん、じゃあ入れらんないよ、ここ。入れろよ、そこは。黙って入れろよ。しかも、ダメなんだよ、ここ男子禁制だって言われてるから。いやえ、ナイスくんがいいって言ったらそりゃいい。
よ、言ってるよ、聞いとけよ。だって、三田島いいよって言ってたし、でもね。マジかよ、うん、ここダメなんだよね、だから行くとしたらナイス君に連絡入れてから、うん、ナイスに聞いてな、どうなってんの。でその顔もどうした。だから話最後まで聞けよ、急に竹地が入ってくるか分かんなくなっちゃった。ね、何なの。道を歩いてたんだよ、福岡の久留米のところを歩いてたら、いきなりね、前から野生のゴリラが歩いてきたんだよ。のっそ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 。うん、で、マジかよ、嘘だろ。そこ落ちた。中に集中して、俺の話に。一回しか言わないから、集中して。ああ、痛い。集中して。はい。うん。はい。そしたら、うん、そのゴリラが喋ったんだよ。うん。その口かって。うん。うちの家族の、ちょっと、竹地うるさいって音言って、なんかごちゃごちゃ出さないって音。うん。その口かって。うちの家族の悪口を言ったのは、この口かって言って、ゴリラが俺の口をむしり取ろうとしてたの。みんなが、ナイスくんがダメだって、言ってるよ。言ってる、ゴリラが俺の口をむしり取ろうとしてきたの。なんで？そしたらそうなったの？ああ。見てちゃんと。マジ痛々しい。だ、ね、血移しちゃダメだからね。あんま傷じゃないから、怪我だから。怪我っていいの？ダメなんだって気がする、ね、怪我は大丈夫だ。ダメだってバーになるよ。ダメだってねえだろ、気をつけなさいよ。うん、お母さんだって。ここがさ、ちょっとさ、擦り傷とかあったら映っちゃうじゃん。うん、ちゃんと絆創膏貼って、そこはしっかり。顔なんだから仕方ないじゃん。だから貼ってっつってんの、絆創膏。で、何なの？半年閉じんのか。来るの？だから、いや、行くよ、明日。ナイスくんがダメって言ってるって。うん。大丈夫だよ。ナイスさん優しいだろ、なんだかんだ。入れられませんよ。だってナイスくんが部屋は空いてんだろ。あ、でもいないわ、うちら明日。そういや、うん、部屋空いてんの？空いてません、鍵かけてます。違う、空き部屋の何部屋んだっけ、それも。ここ一部屋、二部屋、一部屋しかないの。ベッドの部屋とここもベッドになる。二部屋しかないの？ダメだって。あ、うん、二部屋。大丈夫か？なんで？寝る気見たけど。クロロ大丈夫？違う、電話。電話かよ。なんか、大丈夫かとか言われるから、大丈夫だよって言ってやりそう。違う、電話してる。いや、私、スピーカーにしてないし、しかも。そう、聞こえないから大丈夫。ああ。もう、いろいろ。話したの、じゃあ。あ、何？ナイスさんと？うん。そこにはさ、クロロちゃんと、魔界と、リンちゃんが泊まってんの？リンちゃん、ナイスさんの部屋に泊まってんだ。違う。昨日はみんなで行ったんだけど。ああ。合流してるね。ああ。喜ばせ組に入ったんだ、あいつは。うん。何だから、何なの？なんでそういうこと言うの？あれ？いろいろ。ナイスさんの部屋になかった、あと一人。え、キャリーちゃんね。あーね、キャリーちゃんもそこにいたんだ。いや、違う。昨日、右乳たんと、キャリーちゃんが一緒にいて、あんつぶ行ったのよ、昨日。あんつぶ？あんつぶってお店があるんだけど、配信バーが。アンチョビじゃなくて、アンツブらしい。なんか面白いの？え、そこ、いや、面白いっていうか、配信者さんたちが集まるバーみたいな、なんかキャスバーみたいな感じ。誰がいた？昨日はね、誰がいたんだろう。なんかわかんないけど何人かいた。よくわかんない奴らばっかか。そんな奴ら配信者って呼ぶ必要ねえよ。いやいや、もう遅くだったから。
ほとんど人帰っちゃってたからさ、どこに行く意味がわかんねえな。まあ、かえちゃんも意味わかんないことだらけ続いてんの、ちょっと。香川ばあってところか。香川ばあさんか。あーね。そうだね。わかんねえよ、あんつぶって言われても、香川さんのばあっていう、言えよ。違う。香川さんって誰？そうです。そこで、一匹狼だから。まあいいや。え、どうするん？どうしたらいいか。だから、二部屋んだったら一部屋貸してよ。それはナイス君に言わないと。言っとく。うん、言っといて。うん。あ、あんつぶさんと香川さんの場は別なんだ。ええー。そう、また別だと思う。じゃあ、魔界。あ、しかし魔界、俺の、あれだろ、その部屋にいないんだろ、魔界は。ここ？ああ。じゃあ、少しぐらい寝させてくれてもよくね。それは、いいんだろうけど、魔界が決めらんないじゃん、だって。あーね、あ、明日ポージーちゃんさんが入るの、そこに。え、そうなの？クロロちゃんの借りた。そうなの？何もわかんないんだけど。クロロちゃん、マジ、魔界とあんま仲良くしても何の得もないからね。クロロちゃん。あ、ね、あのね、そりゃね、怪我もするよ、顔に。はい。つうことで。有名だから分かってる。でも知らないのは知らないし、しょうがないでしょ。なんか、なんか男の人の声聞こえると思ってたの。あーね、なんか ポージーさんマジであれだもんね、シキさんにめちゃめちゃグイグイ言ってたもんね、うん、あんだけグイグイできたら伸びるわ。あら、デッパリンちゃんがいるんだけど、デッパリンちゃん、これデッパリンちゃんってなんかで見たな、俺。なんだっけ、テレビに出てた人だよね、デッパリンって。俺ここでバトルしたいんだけど、デッパリンと相乗り。デッパリンちゃんが配信してるわ。強いかな、デッパリン。可愛くなかった、デッパリンって確か。誰がそれ40になかったの。強い、デッパリンって強いの。話してみて。でも今誰かとバトルしてる、ガチバトルしてる。デッパリンと話したい。あ、デッパリンいなくなっちゃった、デッパリン。あ、フォローしとけばよかった、さっきデッパリン。あ、ポージーさんが、いや、来たよ、いや。嘘だろ、デッパリン福岡出身。今日じゃ遊べるじゃん、ワンちゃん。来い、デッパリン出てこい。デッパリン、デッパリン、ダメだ、デッパリン出てこない。くっそ、デッパリン出てこなかった。これ一回ね、閉じちゃうと出てこないんですよ、おすすめで。バトル相手に。配信終わっちゃったのかな、デッパリン。博多ムチムチお嬢って子がいるんだけど、しつこく勝負するわ。これ
頼むよ。ブロックされちゃいそう。3回嫌がられても行くっていう。ダメだ。3度目の正直。そう、デッパリ今コラボ中でしょ。ダメだ。マリー博多のなんとかっていう。